本日2月22日は猫の日ということで、猫になりました。にゃーりらにゃーりらになりました。どうですか？ツイッターに拡散しよう。ツイッター、ツイッター。ひどい、海ぶどうって言われた。ショールームイベントに参加してます。よかったら遊びに来てくれると嬉しいです。ちなみに猫の日なので猫になってる猫です。よし、今ツイッターに載っけたのでいいねしてくれると嬉しいです。やばい、チーク塗りすぎた。すごいケバい。すごいチークが、チーク塗りすぎた。チーク塗りすぎたといえばランリーですね。ということでね、イベント2日目最終枠になります。最後の枠です。ちょっとね、ごめんなさい、今から予定があって。ちょっと、あ、ヨッシーさん、猫ちゃんありがとうございます。そう、ちょっとね、今日だけ変則的な時間になっちゃうんですけれども、明日からは普通にやるんで、普通にやるのですけれども、猫のひげも描いたら、あー、すごい、あーあー、猫だ猫だ、いやー、すごい。え、待って、めっちゃ可愛い。あ、すご、すごい。何これ、タワーよりすごい。トラ、これな、猫だ。すごい。紫もあるの？違う、タワーって分かってるけど、普通のタワーよりもすごいねっていう。あ、終わっちゃった終わっちゃった。え、ジュンフナさんありがとうございます。猫タワーだ、猫タワー、猫タワー可愛すぎ。え、くどい？結構好きよ、ランリーは。猫タワーありがとうございます。にゃにゃにゃ。え、今日限定なの？え、今日しか見れないの？これ、前の枠は戦略的にと5分縮めたの。いや、シンプルに私が時間間違えて早くランキング読んでしまったので、その分をこの最終枠で伸ばしただけなんですけど、そう、
やちゃん大人っぽくなったね。本当？コンタクトか。時差ある、いやシンプルに間違えましたね。にゃんにゃん猫、にゃんにゃん猫、猫ちょっとちょっとあっち行って。にゃんにゃん猫、にゃんにゃん猫、猫ちょっとちょっとこっち来て。猫です。ランダム3種類なんだ。なるほどね。なんか猫じゃなくて虎みたいなのも混じってたけど、あれは何、あれも猫。紫猫が一番可愛かった。え、ウチナータイムじゃないですよ全然。え？ニャニャの件わかんない。え、本当にチークつけすぎた、どうしよう、大丈夫かな、大丈夫か。でもこのメイクも10分ぐらいで終わりました。あ、ねっていうかね、すごいハートがいっぱい来た。チョロさんハートありがとうございます。イチさんダルマありがとう。リディオス陣押しさんハートありがとう。ということなんですけど、昼に、昼じゃない、夕方にショールームした時に作戦会議をしたんですよ。そう、作戦会議をしたんですけど、明日からの、まあこれショールームリポーターイベントじゃないですか。リポーターイベントで明日からなんかちょっと企画っぽいことを、まあせっかくのイベントですし企画っぽいことをしようということで、それに踊ってるっていうだけなんですけど、そうランディちゃんとダンススタジオを先ほどの配信で抑えまして、やるでしょ。ちゃんとスタジオを抑えて、そうランディライブを明日やるので、まあ祝日だし明日仕事休みの方も多いかなと思うので見れるんじゃないかなっていうふうに思うので、ぜひ皆さん見てください、よろしくお願いします。はい、スタジオ借りました。そしてランディリポーターになるっていうことなんですけど、これリポーターイベントなので、あの何かしらでなんか、まあ、食リポだったり、まあ、なんかいろいろやっていきたいなというふうに思ってます。そしてもうこれですね、みんなが好きなやつね、コスプレタイム。まあ今回も2個くらい何かコスプレを買ってやろうかなというふうに思ってるので、まあお楽しみに、まあ、皆さんが理想系なコスプレをやろうかなというふうに思っているので、お楽しみにしててください。以上が今回のイベントの明日からのラインナップとなっております。まあね、一つでも順位が上がれればなという所存でございます。のでね、よろしくね。っていうことなんですけど、ネコランディどうですか？ジュンフナさん何かリクエスト曲ありますか？
クマじゃないわ、猫、にゃー、猫の日って書いてるでしょ。ふなさん、なんかありますかね。リラといえばクマってところはまあまああるかもしれないけど、今日は猫の日だからね今日は猫の日だからね、クマではないね。え、てかね、ちょっと前髪が伸びてきてね、髪分けてみた。髪分けてみた。夕日これで夕日を歌うのなかなかシュール。夕日だか、夕日を見ているかです。どうぞということで、夕日を見ているかでした。ちょうどもう夕日が落ちてきた頃ですね。一時、確かに一時期テーマソングでしたよね、私この歌。今も好きです。このイヤホンじゃない方がいいんだよな。ちょっとこのイヤホンね、歌いにくい。なんかね、最近焼肉屋に行ったんですけどね、焼肉屋でね、めちゃめちゃ私の好きな懐かしい曲が流れてたの。だからショールームで歌おうと思って。ちょっと歌います。ユニット曲、最近なんかプレイリストに入れた。ペディキュアデイでした。これがね、焼肉屋さんで流れてたんですよ。やったことあるよこの歌。やったことある、 TDC で。私ノースリーブス好きです。この歌自分がやりたいって言ってやったことある。アイスカフェさん、猫ちゃんありがとうございます。何の TDC だっけ、フォクシーズかな。私どこでやった、ナギとセリカとやった記憶はすごいある。私キューティーズじゃない、フォクシーズだった。え、フォクシーズじゃないかもしれない。でも TDC、 僕たちは熱狂するかな。どこでやったんだろう、とりあえずどっかでやった、とりあえずどっかでやったんです。この歌、このあのペディキュアデイのオリジナル衣装がめちゃ着たかったのね。なんと着れました着れた。いや、写真がどっかにあったはずなんだけど、でもこの携帯には入ってない。あ、ホクシーズだ。あ、ヒロくん、猫ちゃんありがとうございます。ナギとセリカとやってる。チームメイトペディキュアデイって調べたら出てきた。
やばい、このナギとセリカが可愛い。ペリキュアデイのピースして写ってるやつ。ペリキュアデイって喋ったら出てくる多分。これこれペリキュアでやった時の、私がセンターでねやったんですよ。っていうだけです。あれ自分でツイートしてる？わかんない。キリギリス人も好き。でも自分でツイートしてますか？出てこない自分のツイート。してるんだ。かわいいよね衣装。ナギとセリカもかわいい。っていう感じです。言葉が邪魔になるほどの心の関係、会いたいとかね、そべりたいとかね、守りたいとか、そんなんじゃなくて、ただ僕より先に死なないでほしい。そんなんでもなくて、ああ。もう一曲？なんでもないよ、なんでもないよ。じゃあリラが歌いたいの歌おう。ということで呼び捨てワンたちでした。ちょっと喉が詰まった喉詰まっちゃった。喉が飲み物あります。なんかね、ボイトレした時にね、私って腹から声が出せないらしいんですよ。なんか喉でしか歌えなくて私、だから多分あの声が地声よりもめちゃめちゃ高いんだと思う。だからね、すごい苦しそうって言われるの、歌うとき。だから腹から声出したいんですけど、腹から出す声の出し方が分かんないの本当に。分かんなくて、そう。
腹から声が出るのに、めちゃめちゃ喉から出しちゃう。だからすごい苦しそうなんですよ、いつも歌うとき。ボイトレね、AKB の時ボイトレやってた、ちょっとだけ、月1くらい。でん、ジュンナさん、アットマークリラン中、イエーイ、イベント2日目、かわいいニャンニャンタワーありがとうございます。今日は猫の日だということで、本日のリクエストソングは夕日を見ているかでした。ありがとうございます。ジュンナさん、ありがとう、ありがとうじゃん、ありがとうにゃん。ありがとうございました。今日も今日とて、やばい、これ終わるまでに50万ポイントいきたい。50万ポイントいけるかな。皆さん本当にありがとうね。いっぱいの種と感動。あと8分で終わります。今日はニョーンじゃなくてニャーンだな。そうだね、ニャーンだね。でもやっぱりニョーンって言ってないわ、最近の私。私にょんって言ってない。最終ありがとう。ランディ、かわいいですか。ひろじろさん、ハートありがとうございます。テレビ来そう。そう、今日は猫の日なのでね、にゃんにゃんの日です。にゃんにゃんにゃんっていう感じでよりよ。だからね、まあね、明日からはね、本当に。あ、MM ルレーズさん、バラありがとう。明日からはもう本当にもういっぱい詰め込んでやっていくので、そう、もう今日まではね、こんな感じでダラ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 と話してしまって申し訳ないんですけど。明日からはバキバキに詰め込んでいくぜ。そう、明日は祝日だからね、嬉しい、祝日嬉しい。何やろうとしたっけ今。何
かやろうとした、何やろうとしたっけ、何やろうとしたっけ、何やろうとしたっけ、今忘れちゃった。どんな時間割？お昼やって1時ぐらいから30分やって21時10分から21時55分までやって23時55分から24時35分までっていうスケジュールです。明日はだから昼1回夜2回っていう感じかな。で昼にランリークイズを やろうとしています。9時10分にするのは、はい、意味があります意味があります。まあ、皆さんはあんまり気にしなくてもいいです。こちら側の、私側の調整なので、そう、21時10分からですね。やります。21時10分の回ではランリーライブをやりたいと。私がただただ踊っているっていうだけの配信になるんですけど、ランリーライブをねやろうとしていますので、見てください。コスプレはまあ金曜日土曜日あたりでできたらなっていうふうに思ってますので、ぜひ楽しみにしててください。まあこんな感じですかね、ざっくりざっくりこんな感じです。ということでね、あ、そうだ、何やろうとしたか思い出した。そう、ランリーライブ見に来てね。25秒くらいオーバーしてるから14分30秒くらいに終わらないとだ。終わらないとじゃない、大丈夫か別に。ということでね、この辺でランキング読みたいと思います。13位66に BPM さん、ありがとうございます。そして12位が福福さん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして11位が虹色の空さん、ありがとうございます。そして10位がミンチアさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして9位がワンタンメンさん、ありがとうございます。そして8位がレディオス陣押しさん、ありがとうございます。そして、7位がヨウジロさん、ありがとうございます。そして6位がチョロさん、ありがとうございます。そして5位がブキニアさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で4位が PM781 さん、ありがとうございます。で3位がアイスカフェさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして2位がヨッシーさん、ありがとうございます。そして1位がジュンフナさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。ということでね、皆さん今日も今日とて2日目、あ、イベント2日目も皆さん応援してくれてありがとうございました。明日も、あ、よかった、50万ポイントいった、黒影さんお金ありがとう。ということでね、まだ3位までちょっと詰めれなかったんですけど、今日は
明日からもうバキバキに詰めていきたいなというふうに思います。ということで今日も見てくれて皆さんありがとうございました。それではこの辺でさよならんでぃ、バイバーイ、また明日ね、ありがとう今日も、バイバーイ。